このゲームには暴力シーンや残酷な表現が含まれています。とりあえず鉄パイプは持ってもらうにして。あ、響く。地下鉄感あるね。ライトは大丈夫か。何このちっちゃい扉。暗いんだけど。 やっぱ照らしておくか。フルーティーな、なんか書いてある。 口紅かな。いや、こういうポスターもさ、作られてんのがいいよね。エコー。特に反応しない。猫、キャットフード、猫、かわいい、かわいい。 猫。 左、右といける。家の鍵に、そういえばデイジービラアパート102。いや、それだけじゃ分かんなかった。地図持ってないよね。 どっちに行けばいいんだ。こっち出口だもんね。とりあえずこっち行ってみようか。 とりあえずね、壊れてる。いやー、もうこの一寸先は闇みたいなのが怖すぎる。こっちなんか出れんのかな。あ、やっぱ鍵かかってるよね。壊れてる。なんかその鉄パイプでこう、すいやー。まあ、そんなガチムチじゃないよね。ヘザーちゃんはね。まあ、そんなことより早くお家に帰してあげよう。こんな恐ろしい世界とはおさらばだ。これあっちが閉まってるっていうことはさ、こっち側も閉まってんじゃないの？もしかして。開いてる。なんかもう閉店ガラガラじゃない？本当に電車が来るの？電車が来るというか、あれか、地下の道を通ってお家に行く感じかな。トイレ入れない。この恐ろしさ、まあ、この際ね、お腹壊したらメンズに入るしかないよね。木のベンチいいね。 木のぬくもりのあるベンチ。鍵が閉まってる。通れるには通れるけど、ここも、あら、電話できない。 んなところに地図が、インフォメーション、これは見てくれるんじゃない？地下鉄の案内板がある。でも今更こんなものを見なくても自分の家への帰り方ぐらい分かってる。 ごめんなさい。3番線のバーゲンストリート行きに乗ればいい。3番線のバーゲンストリート。はい、3番線のバーゲンストリート。いや、これさ、動いてないでしょ。 何回も言うけど、なんかさ、 人がいなさすぎるじゃない？ねえ。 こう閉まってるしさ、逆になんであそこだけ、ね、ショッピングモールのところだけ空いてたかっていうのをちょっと考えないと。ひざちゃん、お金を入れても切符が出てこない。この販売機は壊れているようだ。何？お金を返せ。なんだ、
券売機の上に新聞が置いてある。ヘーゼルストリート駅で人身事故。いやーもうやめてくれ怖いぞ。4日深夜11時ごろ、ヘーゼルストリート駅で列車を待っていた男性がホームより線路上に転落し、侵入してきたセントレナータカレッジ駅行きの電車にはねられ即死した。警察は事故と自殺の両面での調査を進めているが、目撃者の証言によると酔っ払っていた様子もなく自分からホームへ飛び込んだように見えたとのことで、自殺の可能性が高いと見ている。なお男性の身元は未だ不明である。年齢40歳前後、身長約180センチ、黒いジャケットを着用していた。4ヶ月も前の新聞だ。なんで今更こんなものが。あら、気づいちゃった。両替機だ。これか。ひょっとすると4ヶ月前に戻った。もう時間軸がわからないよね。壊れてる。もう早いとこセーブポインターが欲しいな。あ、これぐる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 いけるやつじゃん。いけないねそりゃいけないか。あ、乗り越えることもできるけど、それはかっこ悪いしやめとこうここをスッと行かない理由がいいね女子力高いな相変わらず。切符がないからここから入ることはできない。なんかすいませんね、ボタンを連打しちゃう癖がありまして読まないうちに進めちゃった。特に何もないな。なんか奥の方にクマの絵かなんかあるな。入った、びっくりした。駅員はいない。どこに消えてしまったんだろう本当にね。あ、なんかそこに素敵なものがありそうだよ。地下鉄駅の地図を手に入れた。ありがたい、地図があるのは本当にありがたい。入れなかったか。なんだかんだどこにも行けないですよね。お、またトイレあるじゃん。よしよし、トイレは寄っていこう長旅になるかもしれないからね。3番線のどのこのって言ってたな。これは特に何も言わない。ここから出ることはできない。改札口の外に出たいならば左端の入ってきたところを使えばいいありがとう、真面目に説明してくれるね、ヘザちゃん。ここからも降りれるね。ちょっとグワングワンになっちゃって画面余韻にご注意ください。バーゲンストリート行き、よっしゃ、トイレ。やばい、やばいぞヘザちゃん壊れてるぞお、ノースエンド、ノースエンド、3番線どこだろうね。だいたい壊れてる。お、グッドクオリティ、グッドテイスト。いやー、いいじゃないこれ。いいな、お腹減ってきた、もうよだれ出てきた3番線、あった、3番線バーゲンストリート書いてある。ということは別の方に行こう天の弱唯一さ、ここが違うんじゃない、ノースエンドとか言ってるから。わあわあ、深い、怖い怖い
プラットフォーム12、プラットフォーム12から行きましょう。ここは遠回りして行こうじゃない？うわあ、はい、行けませんと。開いてる。開いてるよ。こっちも開いてる。うわー怖い。思わず消しちゃった。いるじゃん。異世界化してるじゃん。あ、でも鳴りやんだ。どっか行った？どっか行ったっていうのもなんだけど、しかもこの金網は何？触るだとか何もコメントがない。下に、金網の下にかろうじて線路が見えるけど、あ、いるじゃんワンちゃん。防弾チョッキ着ているからあれか。あ、これ初めてメモがチカチカしたんじゃない？券売機の上の新聞、これか。へえ、メモとね、このペンがちょっと女子力高いよね。別に普通の普通のメモだ。なんでもそうやって、ちょっと待って、これさ、これ、いや、2匹の、それは無理だ。必死に下見てんだよね。待って、もっと下行けるんだけど。え、ここは普通になった。プラットフォーム。もうちょっと頭の中の地図がわからん。あ、行けないじゃん。行けないけど、行く意味あったんじゃない？なんか、落ちてます。ナットブレーカーを手に入れた。ナットブレーカー？かっこいい。名前がかっこいい。ナットブレーカー。錆びついたりして回せなくなったナットを壊して外すための道具。これ詳しいのはないんだね。よーし、どこかのナットをやるぞ。ガラクタで道が塞がれている。ここを通ることはできない。なんかあっち側にも何かありそうだね。うわー、なんかいろいろ捨ててあるけど、ショッピングカートとかも置いてある。あ、でも来た意味あったね。よかった。遠回りしてよかった。うわわわ、ちょっと待って。ナットを壊すんじゃ。あ、こっちも行ける。こっち、何かあるかな。画面酔いにお気をつけよう。あ、これはありがたい。違う、こう手前のさ、栄養ドリンクありがたい。ハンドガンの弾じゃない。あ、ありがたい。血でぐしゃぐしゃになってるじゃん。あ、ちょっと待って、びっくりした。ちょっとさ、足見えてない？これさ、さっき新聞に書かれてた人じゃない？
これちょっともう動き出さないでよ動き出さないでちょうだいよ。特に何もヘズワちゃん触れなかったね。あー、それでいい、それでいい。よしよしよし、帰ろう。こんなところ一刻も早く戻るんですよ。下に行きすぎるとやばいね。これはナットブレーカーするものじゃないよね。ナットじゃないもんねこれね。うん、そうだね。なんか行ってないところあるっちゃあるかもしれませんね、ここね。こっち側、あ、塞がれている。そっか、それを触ってなかったのか。はい、いけませんでした今度反対側のこっちどうだろう。うわー、塞がってるわ。塞がってないのか。塞がっててほしかったな。左右の戸を閉じる鎖はボルトとナットで止められている。ナットは固く締まっているため手で回すことはできない。そうか、こっちはいけちゃうのかこっちはそうですか、鍵だね。こっちは鍵だね。いやいやー、これ3番、なんかさ、3番4番線先に行った方がいいのかしら。逆にもしかしたらいけない可能性あるよね。なんかもうよくわからなくなってきたよ。電話機が並んでいる。でもどれも壊れていて使えない。え？え？ちょっと、ちょっとワン切り心臓をやられるどっちだっけ、わかんない。開くかわかんないもんね。開いちゃう。あー、なんか落ち着く落書きボン。あ、出入り口だけだったら脇の小さい扉を使えばいいし。防火扉が閉まっている。開けるのは面倒だからやめておこう。そっちか。なんかやたらと防火系の何かが作動してるね。それも後々ありがてえのがあるそれが後々ね、今後の展開でフラグ回収していくのでしょう。とりあえずセーブしようか。はあ、多分そう簡単にはいけなくて、さっきのナットブレーカー使って入る場所に行かなきゃいけなくなるんだろうけど、なのでちょっと探索するか。ここれてる。あー、行き来できる。あ、こっちからも両方行けるんだね。なるほど。で、今度こっちかな。こっち行くのかな。まだ普通だねオコンコース、はいはいはい、バーゲンストリート。なんとなくこっちから行こうかへえ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 って、あ、へえとしてるところに栄養ドリンクを手に入れた。なんかもう飲もっかちょっと栄養ドリンク飲んで座って休んだ方がいいよ本当に電話繋がんないね。
こういう食べ物の広告見てるときは癒されるね。いいね。インサイドも。はあ。なんか特に、いじれませんな。ええー、嘘だよ。いや、デンジャーでしょ。いや、ちょっと、上がって、上がってくない。はあ、いきなり何をすると思ったら、何するだだよね、これ。びっくりした。あ、バーゲンストリートはこっち側だよっていう話ね。いや。じゃあ、あっち側に行くよ。え、あっち側に行くよ。やっぱ横断しないといけないんだよね、きっとね。うわー、あっち側に渡るっぽいな。ちょっとさ、そしたら、ナットがどうのこうの先にやった方がいいかもしれない。やっぱりここの ここ先に解決させよう。その方がいいかもしれない。一刻も早くこのナットブレーカーを押してみたいね。ナットブレーカーを使った。おお、開いてしまったか 開いてしまったか。下るのか。いやー、またなんかヌタヌタになってるな。うわ、なんか電車が ボロボロじゃん。電車見てる。電車見てるけど、とりあえずね とりあえず何か良きものはないか見て回りましょうか。特にないかな。古びた電車見ると メトロシリーズ思い出すな。なんか急に動きが。特に触れない。触っても何も言わない。言わないし。うわ、下に降りれる。ここは入れないね。壊れてる。まあ、その電車の中に何かあったね。お邪魔します。すごい見てる。すごい見てるのはなんだ。ショットガンの弾だと なんか素敵なものが固く閉じられてる。電車だ。そして、わ、なんか素敵なプレゼントが入ってません、ここに ラッピングされた箱が置いてある。誕生日プレゼントとか？いや、違うな。こんな嫌なプレゼントあるわけない でもこれはもらっていこう。怪物相手に役に立つと思うし。ショットガンを手に入れた。いや、いいプレゼントですよ。ありがたい。誰かの忘れ物だったんだろうか。でも誰がこんなもの。危なすぎるでしょ。ショットガン、装弾数最大6発。扱いは難しいが、広範囲の攻撃が可能。これ、たくさんの敵に囲まれたらショットガンですね。なんか、いつも混乱しちゃって、ね。いっぱい敵がいると、いっぱい撃っちゃうから。閉じられてる。よかった、急に走り出さなくて。外国のつり革ってすごい角度だな。いや、なんか発生してるじゃん さっきまでいなかったじゃん
さっきまでいなかったのが発生してるじゃん。ラジオ反応しちゃってるしね。あ、下の階行こうか。なんか下の階に行けるところあったよね。こっちじゃないか。あっちに行かなきゃいけないか。何何。この音はなんだ。なになになにこれ。はい。え？なんかプルプルしてる。上に行けなくなってるねこれね。え、なにこれ。おまんじゅう。いや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 、これショットガンでしょ。早速ショットガンでしょ。やばいやばい。蹴ってきて。あ、なんかそこ蹴っちゃいけない気がするけど。くよいが船。いや、いいよいいよ。スネ、スネ行け、スネ。このやろ。このやろ。危ない。ないの、もしかして。あ、このこの野郎、しぼんだしぼんだ。ちょっと待って、しぼんか、しぼんだ。なんかこの角度なんかいけない気がするけど、しぼんだ。え、やばいやばい、新しいのが出てきた。語彙力もやばいけど、え、でもちょっと可愛いと思ってしまった自分はどうなんだ。とりあえずハンドガンで下行ってみよう。ここは普通なんだな。普通なのか。いやこの三角コーンかぶってこ、三角コーン。脚立やら手押し車やらごちゃごちゃ置いてあって、ここは通れない。ごちゃごちゃ。まあなんか頑張ればっていうのもあるけど、頑張ったところでっていうのもあるかもしれないな。これは防火扉だ。この先に道とかあるわけじゃない。道とかこっち側冒険してきてるけど、この4番ストリートとか3番とかね、行かなくていいのかな。最終的に行くのかもしれないけど。ああ、あった、ストリート。ちょっと待って、左右ってなってるけど、行ける行ける階段がなくなってるね。閉じられております。ちっちゃい扉が開かないんですよ。うわ、これ4番線のこの名前ってあれ、セントレナータカレッジ行き行きだよね。セントレナーカレッジ行きで人身事故起きてるからあんまり行きたくないけど、行くか。行くしかないかな。もうなんか来た感じもうさ、ギトギトになってるよね。なんかギトギトなんだよ。特にベンチにはない。なんかなさそうだな。特にないですね。もう線路危ないからやめよう。お、開けることはできない。なんか別に向こう側にいいものもなさそうだな。よいしょ。
3番線。いや、一回戻ろっか。え、これ戻れんのかな？なんか複雑になってるよね。地下鉄って迷うよね、ほんとね。使い慣れてればいいけどさ、結構慣れてないと迷っちゃうよ。どちどちさん大丈夫？あ、どちどちさん死んでるわ。よかった。待て、増えてない？いなかったよね。いなかったよ。さて、セーブポインターまでダッシュかな。うーわ、あ、いなかったよ。いなかった人が出てくるようになってる。さて、さて、さてさて、3階ね。3階の探索しよう。ようやく。あれ？これ落ちてたっけ？これは昔読んだことがある。くだらなくて嘘くさい話ばかり載っているオカルト雑誌だ。冗談として読むにはちょうどいいけど、自殺や事故死によって急死した人の霊魂はその自分の死を認識できず、その場にとどまって自爆霊になることがある。やめてよやめてよ。自爆霊は人としての意識や記憶を失い、死んだ時の痛みや悲しみだけを幾度も幾度も追体験する。そして時にはその苦しみのあまり人に救いを求め、あるいはその性を妬み、憎しみ、同じ苦しみを味合わせようと生きている人間を引きずり込む。自殺の名所、事故多発地域と呼ばれるような場所もこれが原因になっていることが多い。あなたもそういった事件があった場所に近づくときは気をつけた方がいい。特にその事件が起きた日や時間には、あなたもそれになりたいのでなければ。いやー、恐ろしいメモを見つけましたけど、オカルト雑誌増えてる。この新聞のさ、ちょうど何ヶ月か前みたいなこと言ってたよね。同じことが起きますよみたいな、そういう感じかな。やめて。いや、なんか変な音してるかな。変な音しとるかな。こっちはしかも視点変更できない。ここは？あー、はい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 。これプラットフォーム4だから、本当は3の方行かないといけないんだよね。じゃあこっちじゃないけど、一応何かアイテムがないか見ましょう。これ見たんだっけな。もう記憶がさムービーになった。いやいやいや、あ、ちょっと変態だ。いやいやいや、ちょっと待って、あ、違う、早く、そこ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ブルブルする。セーブがないという恐怖
これ4番線に行ったら落とされちゃうんだね。はあはあなってたね。プラットフォーム4の右と左か。こっち側？こっち側に行ったら即イベント発生しちゃうかな。あーでも同じだね。こっちが歩いてて発生したんだっけな。ちょっと4番線に降りたくないな。うん、プラットフォーム3に行こう。素直に。4に行くと大変なことになる。引かれてしまうからね。よし、こっちバーゲンストリート行き、素直に行こう、素直に。でここに来ましたよと。この辺は前も、あ、来たようで来てないのか。う、ワンちゃんがいる。あれ、これいたいたワンちゃんがいます。プルルルプルルル、ワンちゃんがいます。つながらないか。何の音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 。いててててて、ない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 、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、かぶないで。それはビーフジャーキーではありません。ごめんね、ちょっとちょっとオーバーキルします、怖いので。ラジオか、ラジオなの。こんな不穏な BGM じゃなかったよね。あ、ちょっとこの食べ物の広告見て癒されよう。あ、左上はトーストかな。トーストとなんかコーヒーと優雅な朝食をみたいな、そういう感じかな。右下はチーズケーキかな。チーズケーキとコーヒーみたいな。いやー、なんかもう一匹いたよね。いたいた、もう一匹いるんですよ。もう一匹いるけど、うわ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 、鍵がかかってる。電車、ちゃんとした電車来るのかな。もしかして線路は続くよどこまでもみたいな感じで行かなきゃいけないのかな。こっちはトゥーバーゲンストリートだもんね。ここの階段上がってないね。プラットフォーム3の柵の先の階段。そうか、それで遠回りしていくのか。どうやって行ったかな。もうなんかやばいほど覚えてないよ。プラットフォーム1、2経由で行くんじゃないこれ。2プラットフォーム3っていうのあるよね。わからん、わからん。ここ改めてコメントするかな、何か。あ、コメントした。誰か寝てる？周りの赤いのは血だ。この人寝てるんじゃない。でも私あんまり驚いてない。あの悪夢のせいで少し感覚が麻痺しているのかもしれない。あら、コメントちゃんと言いましたね。うわ、そして早くもこの世界に順応してきている。ヘザーちゃんには苦労かけますわ。一回さ、一瞬下に降りて、でその後にこっち側に、あら、あ、ここ、こっちじゃない？ちょっと待って、復活しそうだったんじゃないこの人今。
かさっきと寝てる位置違うよね。あれか、表向きだと恥ずかしかったのかもしれない。あれ、あれ、なんかこっち大丈夫大丈夫ではなかったあ、エクストラプションにビギナーモードが追加されちゃったオンにすると戦闘に関してアクションレベルイージーより優しい初心者用の設定になります。だったよね。あ、びっくりした。まただよまたどしどしくにびっくりしちゃった。反対側、あ、そうそうそう、こっちこっち、そう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 、 こっち側に行ってみたらどうなるんだっけ。覚えてないな。こっち側に行ったら、あ、ガラクタだらけで行けませんでしただよね、確かね。で、そっち側行けない。で、あ、これで違うか、ちょっと待って。これでさ、3番4番線に、4番線に行ったでしょ。あ、この先行ってないんじゃない、ここで、ここの3番線行ってないんじゃない。ちょっと行く順番いろいろ間違えたな。じゃあここでしょ、ここの、ここ行けばいい感じに行けんじゃない、行きたかった場所にさ。どうです、これ突き落とされちゃうかな。うん、ここですよ、ここに行きたかったそう、はあ、このどちどちくんの階段反対側降りるっていうのを忘れないようにだな。うわー、ほんと、あそこになんか扉があるよ、あれに書き込むんじゃない。超時間かかったじゃあこんなところだ、もうおさらばだぜ。ひゃー、ちょっと待って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 、時間、時間、時間、やばいやばいやばい、ちょっと鍵壊れてる、嘘だよ、嘘だよ、そんな、はい、降りた。で、ここ、ここを、あ、やばいやばい、スルー、皆さん祈っててください。どうやらあの扉をガチャガチャして戻ってくれば生き残れるようですよこのさ、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、うわ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 、待って待って、これ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 さ、ジャンプ、え、え、ちょっと待って、これこれ、な、な、なぜ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 、ちょっと、ちょっと上に、上に上がらないね上がらない。あ、上がったの、ワンちゃん引かれちゃった柱。待って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 、あ、ワンちゃんは引かれてないですねぐるぐる言ってたもんね。いや、これさこれ乗るの乗れるものなのかもわからないけど、いや、これはちょっとわからなかったあの、コーヒーブレイクしないと。次電車に乗ったらお家に帰れるのかなあんな不気味なところで急にやってきた電車に乗りたいかと言われるとちょっとね自分が引かれそうになった電車だしねちゃんと行ってくれればいいけど、バーゲンストリートまず、まずこっから、ここ開けたプラットフォームに行きます。そして
プラットフォームに2に行くと、ここね、古い電車が置いてあるのにあるから、あとどちどちくんの死体があるから、こうくるっと回って反対側のね階段降りていきます。で、そしたらここのこのプラットフォーム2の階段から上がってって、こうプラットフォーム3に行きます。で、下がるとここの階段から出てこれるからっていうねで、多分電車が止まってる。はいはい